旅行第38潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の4番艦。1941年の昭和16年度計画により、1942年6月20日、三菱重工業神戸造船所で起航。1942年12月24日浸水。1943年7月24日に、竣工し、 二等潜水艦に類別。同日、舞鶴鎮守布石となり、訓練部隊である、第一艦隊第11潜水船隊に編入された。10月31日、第六艦隊第34潜水隊に編入。同日、旅38は、クレを出港し、11月8日に、トラックに到着。19日、高潜水部隊に編入され、 マキンタラは方面へ向かうべくトラックを出港して、行くのを最後に、消息不明。アメリカ側に無記録はなく、艦長の野村俊二詳細課員七77名全員行方不明。1944年1月2日、ギルバート諸島方面で防失と認定され、4月30日に、除籍された。日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録153ページでは、 7月31日とあるが、訓練期間がわずか1週間と他の姉妹艦と比べて短すぎることから疑問が残る。日本潜水艦戦士によると、11月24日、パラワ製法44回立地点付近で、米区逐艦コットンの攻撃により沈没。ありがとうございます。